皆さんこんにちは。今回も秋アニメの作品を見ていきますよ。夢見る男子に続き恋愛ものを読みましょう。経験済みな君と経験ゼロな俺がお付き合いする話です。作者は長岡真希子様です。視聴者曰く原作はナロー系じゃないけど陰キャの欲望ダダ漏れのクソナローと同じらしいですね。さすがにそんなことはないとは思いますけどね。いやー楽しみですね。これよりネタバレと多分な批判を含みます。嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。あなたの体調の方が大切ですから。いいですか？始めますよ。それでは君ゼロのあらすじはこちらです。入学当初から有名で学校一の美少女である白川さんは陰キャな自分とは住む世界が全然違うと思っていたのに、なぜ白川とエッチをする展開になったのかというと、高校2年生鹿島龍斗は自覚のある量産型陰キャ男子であった。白川はエッチが大好きなビッチで、彼氏とは 2,3 ヶ月しか続かずタイプがバラバラで頻繁に変わるという噂があるらしい。そんなことを思いながらうっとりと眺めていると、シャーテンを借りるため白川が声をかけてきた。間近で見る白川にドキドキ。たったそれだけのことで陰キャの龍斗が白川に惚れるのは十分だった。陰キャ友達との会話で中間テストの結果が一番良かったものが悪かったものの言うことを聞くことになり、龍斗がそこまで高くはないがぶっちぎりでトップになってしまった。惨めに振られる姿を見たくて好きな女の子に告白しろと言われてしまう。命令は絶対遵守ということで白川を呼び出し、挙取りながらも告白をする。じゃあ付き合おうか、今フリーだし。あっさりと受け入れられ付き合うこととなった龍斗。早速一緒に帰ることとする二人。龍斗は過去にパーソナルスペースが異様に狭く思わせぶりな態度をとっていた女子に告白をして振られた過去があり、告白がトラウマになっていた。だから自分のことを知らないのにどうして付き合ってくれるのか気になって聞いてみた。これから知って好きになればよくないと付き合ってみて相性を確かめるタイプのようである。しかし好みはあるようで、龍斗は嫌いなタイプではなく好きと言われて嬉しいと思ったから OK したようだ。先ほどの発言の真意をつかみ取れていなかった龍斗はまだ追求してくる。その好きって友達でも成立するからちょっと薄くない？だったら付き合ってみればいいじゃん。最初は薄っぺらな好き同士でもいつか本物の好きになるくない？しかし未だに本物の好きになるまでは付き合えたことがなかったのであった。なんやかんや家まで送り届けたが、せっかくだからとお邪魔することになった。大変綺麗な部屋へ案内される。憧れの女子の部屋で一人になり、息を荒げながらよからぬことをしたい衝動に駆られてしまう。よっしゃ、タンス開けたろ。はあ、別にあなたがコミュ障陰キャ童貞で自分可愛さに傷つくのが嫌だからと相手を否定するのはまだいい。コミュ障陰キャなんだし、そういう人物もいるでしょうよ。だが勝手にタンスを開けるのは陰キャとか関係なく、ただただクズなだけだろうが、人間として終わってるぞお前。本当にこんな自分でも付き合ってくれるんだと思って気を良くしたの？もうこの女は俺のものだから何してもいいだろうとか思ったの？ふざけんじゃないわよ。よく許可もなく他人のプライベートを侵害しときながら、よくセックスはもっとお互いを知ってからとか言えたな。よく恋愛は段階を踏んで大事に育てていきたいとかいう発想が出てきたな。あ、タンス開けた後は白川がやってきてセックスをしようとしだしてそれを止めたっていう流れです。もしめちゃめちゃ変態だったらどうするとか言ってよく違うけどって否定できたな。勝手に人のタンス開けるようなクズのどこが変態じゃないって。はあ。で、結局今日はしないという流れとなり、ちょっと散歩をして帰ることになりましたっていうのが1話のお話です。別れ際に言った白川の発言はそれでいいんですかね？彼氏じゃないの？恋人未満になっちゃったけどいいのかな？それで皆さんはピチピチガルなのでご存知かもしれませんが、一応言っておくと、彼ピは彼氏、彼ピッピは友達以上恋人未満です。まさかガルである白川がガルボを間違えるわけがないから、ガチで恋人未満に格下げされているってことよね。セックスしなかったら彼氏からランクダウンされるとか、そんな雰囲気じゃなかったじゃんか。別にその後も恋人未満になったようには感じなかったしさ。何これ、
作者が間違えたの？もっとガルの勉強した方がいいんじゃない？これまだ1話なんですけれど、もうお腹いっぱいですね。コミュ障陰キャ童貞だけで良かったのに、たった一つ変なことするだけで評価がダダ下がりなのよ。なんかいいことやったとしても、でもこいつ勝手にプライベートを侵害するクズだしなぁ、って考えちゃうのよ。ゆっくり愛を育みたい、清らかなお付き合いをしていきたいって思っているんだったら、それに見合う性格を用意してくださいよ。まあまだ1話ですからね。その後何があったか軽く説明していきますと、人の目が気になるからってことで交際していることはひとまず秘密にしておくことにした2人は、土曜日に初デートをして、日曜日に付き合って1週間記念でお揃いのスマホケースをもらって、いや、よくケース合いましたね、同じ機種だったんだ。中1の頃に告白して玉砕した相手が転校してきて隣の席になり、白川の誕生日を祝うためにタピオカドリンク店巡りをして終わりました。気になったのは時系列、言葉遣いがおかしくないっていうことかな。言葉遣いは彼ピッピからわかるように変なんですけれど、あともう一つ、リュートを振った相手の名前を言わずに美少女と呼ぶ違和感。あなたは美少女ってだけで認識しているわけ？同級生だったら名前で言うよね。私はてっきりトラウマすぎてリュートは名前を思い出せなくなっている。そして実は白川がその美少女だったんだっていう伏線なのかなって思ったんですよ。顔が重なってしまうっていうコマを見た時に、なるほどね、実際は同じ相手を好きになっていて、ギャップをどう埋めていくのかっていう物語になっていくのかなって思ったらさ、普通に出てくるんだもん。じゃあなんで思わせぶりに名前を伏せていたのっていう、そんな必要一つもなかったじゃん。無意味な伏線はこれくらいにして、時系列についてね、ものすごく説明しづらくって、わかりづらかったら申し訳ありません。まあわからなかったら実際購入してみて確かめてみてください。3章の冒頭、つまりデートが終わった次の平日のはずなんですよ。それを踏まえてリュートのセリフ、あのサッカー部、最近よく話に来るな。付き合う前からそんなに白川ではなく、その周囲の男たちのことをあなたは見ていたの？彼氏でもないのに？そこまず違和感ね。で、そのサッカー部のことが気になったり、交際の発表を考え始めたのが、デートの翌日の小さな出来事、つまりお揃いのスマホケースをもらったイベントがきっかけらしいです。でもこれって、交際1週間記念のプレゼントなんですよ。おかしいよね、付き合ってまだ4日しか経ってないよ。なんで、今日で1週間、なの？木曜に付き合って、金曜にデートの約束、土曜にデートなんですよ。2度目の、デートの翌日、ならまだギリ理解、もできないな、やっぱり。日曜は用事がある、の用事はこのケースを購入する予定だったわけだし、ガチめに意味がわからなさすぎてほんと気持ち悪い。時系列くらいちゃんと管理しなさいよ、そこまで難しい期間のお話じゃないじゃん。むしろなんでこんなにぐちゃぐちゃにできるの？ってレベルですし、今読んでいるのが回想なのか未来の時間なのかが漫画的に分けられていないからいけないのかな？大丈夫ですかね？私の言いたいこと伝わっていますかね？誰か整合性の取れる解説をしていただけると幸いです。まあこれってただナロー作家みたいに自分がやりたいイベントを早く早くと発生させた結果なんでしょうけれど、プロ作家じゃないの？正直素人のナロー作家たちよりも下手くそに感じます。リュートについては語りましたから、今度は白川について話して終わりましょうか。コミュ障陰キャに優しいガルなんて本当にいるの？っていう話は置いときましょう。こういう人物もどこかしらにはいるでしょうし、そもそもそういう物語ですしね。リュートに比べて全然悪くはないですよね。なんでガルになっちゃったのかは疑問ですけれど。白川は彼氏に一途なあまり、都合のいい女になってしまっていて、それに飽きられて毎回捨てられてしまっているらしいです。本当に学校一の美少女を都合のいい女だからって飽きて他に乗り換えるの？とは思いますけれど、この学校の男子たちは全員尽くす系は嫌いってことなんでしょうよ。あ、だからこれ陰キャの欲望っていうか妄想だってことなのか。白川と付き合っているのは全員陽キャだと決めつけて、でも陽キャって彼女のこと考えず自分勝手でやり捨てするようなクズばかりだけど、
陰キャ童貞である僕は猿にはならず、彼女のことを尊重して優しく接してゆっくり愛を育んでいける真摯な人間で、陽キャクズとは違うんだぜっていう感じのことを言っているのね。はあ、気持ち悪。陰キャ童貞ができるんだったら陽キャにもできるでしょうが、都合がいいのはこの物語定期。別に白川自体は全然可愛くて優しくて性格は大変よろしいと思います。一途で相手の色に染まりまくろうとするヤンデレ感が入っているのも素晴らしいです。いかにもオタクくんが好きそうな、可愛く従順でおしとやかで、自分を甘やかしてくれて承認欲求と自己顕示欲を満たしてくれるガルよね。リュートが変なことさえしなければ、まだ普通に読める作品だったかもしれませんね。いやぁ、ナロー以外でもどぎつい恋愛ものってあるんですね。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。